7月21日土曜日、鈴鹿市にある三重県消防学校で県内12の消防団が参加し、平成24年度三重県消防操法大会が開催されました。いなべ市からは、いなべ市消防団北西東分団の5人の団員が下半式ポンプの操作を行う小型ポンプ操法の種目に出場しました。この大会は消防団員の技術向上と士気を高めるため2年に一度行われており、いかに早くかつ正確に放水を行うかを競うものです。北西東分団の皆さんは今年2月から練習を開始、毎日夜遅くまで練習に励んだ皆さんは集中し、心を一つにして大会に挑みました。気迫のこもった走法をご覧ください。三重県いなべ市消防団、ただいまから小型ポンプ走法を開始します。走法後、指揮者を見事に務めた山下健二さんは、最高の形で走法を終えることができて嬉しいです。本当に皆さんの応援のおかげです。ありがとうございましたと話していました。いなべ市のタイムは41秒71。優勝への期待が高まりましたが、結果惜しくも準優勝となりました。しかし、積み重ねてきた技術すべてを出し切った団員の皆さんの表情は達成感で満ち溢れていました。本当にお疲れ様でした。